なにわ男子の道枝俊介が12日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ、マルス・ゼロの革命、23日スタート、火曜午後9時の記者会見に、板垣律と、吉川愛、井上祐希、横田真由、三時相馬、泉沢裕希と共に出席した。道枝は、肩眉を上げる練習している、と明かした。写真。 全員制服姿で登場キャスト陣の集合ショットも同作の現場で、表情筋の練習はよくしている、という道へ。監督からも、表情筋を鍛えろ、と言われる。で、片眉を上げる練習をしている。上がるメンバーもいるんですけど、僕、上がらない。それでずっと練習している、と話して実演するも、思うように眉毛を動かすことができず、会場から笑いが。 道枝は葉の字になっちゃうんです。練習をよくしています、と述べた。会見の壇上横に設置されたモニターに、一つのブランケットをシェアする姿が映し出されると、道枝と板垣は照れ笑い。吉川は定期的にイチャイチャしているイメージ、と暴露。道枝と板垣が幾度音にしてない。と否定するも、吉川は眉毛の練習をよくされている。 表情筋を動かすときとか、それで板垣くんが、こっち、もうちょっと、って言って、めっちゃ近い距離で、もう、キスするんか、というくらいの距離、すごいイチャイチャしてる。結構近くて、あら、とその状況を思い出してびっくり。道枝と板垣が男女で実演すると、吉川は、すごくお顔が綺麗な二人がこんないちゃいちゃしてると、めちゃめちゃ目が癒される。潤います。 と笑みをこぼした。会見では、ドラマにちなんでキャスト陣が SNS 向けの動画撮影にもチャレンジした。同作は、人気脚本家、武藤翔吾が手掛けた完全オリジナルの青春クーデターサスペンス。何かを変えたい、と願う落ちこぼれの高校生たちが、俺と一緒にこの世界をぶっ壊そう、と先導していく19歳の謎の転校生、三島0、三島ゼロ、道へ、 のカリスマ性に導かれ、大人社会に反旗を翻していくようが書かれる。初回は拡大スペシャルで放送される。